皆さんおはようございます。今日は8月13日お盆1日目の東京です。これから台風が近づいてくるそうで、少し天気は崩れるかなっていう感じではあるんですけれど、今日は久しぶりのお出かけで、三浦半島の方へ行ってきます。今日はカメラマンのお友達と2人でいろんな撮影をする予定でいて、今の僕の毎日はこの YouTube の撮影で本当にお忙しいという感じで、とても充実した日々を過ごしています。少し天気は良くないんですが、まあ天気なんて気にしたら何もできないですからね。こうしてられることに感謝して、一日一日を大切に、今日も自分のできること、頑張ってやっていこうと思います。今日もこうしてブログを撮っていけたらと思っていますので、撮影の裏側も少しお見せできるかなと思いますので、ぜひ楽しんで見ていただけたら嬉しいです。それではお互い良きお盆過ごしていきましょう。ただいま岬口到着しました。ここからバス乗ってソレイユの丘行ってきます。ただいまソレイユの丘到着しました。夏なのにめっちゃ涼しいです。ただいまキャンプ場到着しました。しました。というか今日もよろしくお願いします。お願いします。楽しんでいきましょう。はい、まあ、今日カメラマンのちょっと休日ということで、ね、しっかり撮影もやりつつ、ちょっと今日バーベキューさせていただきます。思うんですけどね。楽しみましょう。こちらが食材です。焼きそばと、まあ、お肉と海鮮とかがついて1人3100円でしたかね。うん、安い。これはお得だと思います。がっつり食っちゃいましょう。食っちゃいましょう。イエイエイ。じゃあ今からちょっとまさきくんの写真撮影していきたいと思います。ちょっと雨なんですけどね、頑張って撮っていきましょう。行きましょう。それじゃ無事撮影して、三崎口駅に帰ってきました。今日はありがとうございました。こちらありがとうございました。また行きましょう。また行きましょう。本当にもうね、いい写真、いい作品たくさん撮れたんで、ありがとうございます、ね、それじゃ家帰ります。じゃ気をつけて帰りましょう。はい、ありがとうございました。はい、それでは東京帰ってきて、あれから編集して今もう夜になります。というわけで今日は少し短いブログにはなるんですが、どうか楽しんでいただけたら嬉しいです。ちなみに今日行ってきたソレイユの丘なんですが、東京から電車で乗り換えなしで1時間で行ける、三浦海岸の三崎口というところの駅からだいたいバスで10分ぐらいですかね。長井海の手公園という中にあるひまわり畑がとても有名なところでして、
今日は少し天気は残念だったんですけれども、夏の期間中まだたくさんのひまわり楽しむことができると思いますので、興味ある方はぜひ行ってみてください。ちなみに入り口には検温や消毒なんかもありましたし、とても広い公園なので、このコロナ禍での例えば散歩や運動がてら、とても良いお出かけスポットではないかなと思います。入場料も無料です。それでは今日は少し短いブログにはなるんですが、今日の動画は以上です。引き続きブログもたくさん撮っていけたらと思っていますので、ぜひいいね、それからチャンネル登録していただいて、ぜひ引き続き動画楽しんでいただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。本田武雄でした。